さあお次なんだが、お神タンね。いやこれ初手荒くはいかちいな。 X の K あり、 X 来たらどうしようかな、まあ、とりあえずリーダー置くんじゃが、ちょ X 晴れ焼きとかやばいっすね。お、しかし普通に殴ってきて、さあここよ、まあコンボがフレームヘリオンどうだ、ちょっといまいちか、まあでも置くか、おいで X 行くか。あ、ハルキさんね、先ほど、ディミオス対戦しました。ここで秋、そこそこか、そこですか、まあ、取るしかないかな。お、しかしティポンナイス、ここティポンナイス、まあ一旦よしは、結構ね、確かにね、あの種崎さんテロップで名前出るまで、あそうだったんだみたいな、テロップで見て、まあ、気づくみたいな、そんな感じっすよね。いやここやべえか、まあ殴られますけど、まあ燃やしますか。こんな感じで。まあ一回相手の方、左下来るのかな、左下 X 来て、こっちが左上にティポンを置いてどうなるかっていうところっすかね。お、代償か。なるほど。ティポどっちかな、ちょっと F の4も考えてるんですけど、回復ダリーか、うん、そうっすね。回復ダリーから、まあ、キュッポ行きますか。さあ、やっちゃいしくやっといて。怪しいものではない。ユウトさん、エイプリルフールドヤゴンは、ピクセルコインの S 確定チケットで、あ、出てくれたら、まあ、嬉しいと。まあ、ランダムですからね、ちょっと、むずいかな。よし、まあ、しっかり耐えますよと。うん、十分血も足りてますし、まあ大体勝ちかなっていう。大の大冒険の大と、ああ、スパイファミリーファミリーよね、アーニャね、まあいろいろやってますからね種崎さんは。さあエンデガ先生来ますが、当然ね、耐えまして、まあ、裏の火炎ぶっ刺すと。さあこれ若干手駒も重いな。次ちょっとフルフレア来たら撃つかもしれない。ザーフィル撃てないし、シーリーンもまだ撃てないんで、でティポーンもちょっと早いですよね、さすがに。あー、またんかこれ、ん、またんだっけこいつ、コスト15のやつですね、コンスタディーナ。またんかどうか分かんないか。うわー、こうなりましたか。なるほどのー。じゃあザーフィル捨てるかこれ。まあしゃあないね。いちご大福さん、リクエスト。お疲れ様でした。またお越しください。で、次、CD 置いてって。で、まあ、どうするか。ザーフィル、行かれちゃったか。なるほど。まあ、コンボ強いの置きたいから、まあ、一旦こっちかな。さあ、様子見回復。で、X 来るかどうか。まあ、のんびり系のデッキだから X は来ないかな。B さんですかね。まあ、普通に B さんと。さあ、メルティシア、来ましたよと。さあ、結構離されてしまっているんだが、ここどうしようかな。まあ、ファーバーかな。なるべくね、スキル替え持ちは、ヤンドーラとか、引いてくる可能性あるんで、後打ちにします。お、結構回復のんびり系ですね。さあのんびりしてく。お、結構 HP に差が出てきたか。さあ注目の B の2ですね。ここで、まあ、ルラとか置かれちゃうと結構厳しいんだが、ただちょっと編成的にこれ突き読みかな、進化の突き読み入ってそうですね。つかルラこのコルシアム使えるのかな。結構コスト40に
上がってたりしますからね。さあ、ブランのジェツター、さあ強気に召喚よと。お、いいね。さあヤンドーラ来て、火炎効果アップしていくよと。さあ強いね、裏表で相当入るね。さあ残り1枚か2枚の S ゴマ、何が来るか。まあ、これもう一回 X ですかね。右下 X。マニアコンボ回復強いからな。ちょっと、お、マニアのコンボスキル使われたくないんだが。さあ、ヘケト来てほしいか、これ。ヘケトが来てほしい感あるけど。お、来ましたね。ただ、ここちょっと殴んないとダメか。殴りますか。ヘケトでいくか、これで。ブランジェット発動しつつ、なんかペトラとか来るとワンチャン死ぬな。で次シーリンかな、まあ、ティップをね取られちゃうんですけど、まあ、カットカットやってってでシーリンでいけるかな。さあヘケトとこれどっちが強いかなんですが、マックス3000ですよね。こっちは24、まあこっちでいくかな。ただ回復の罠駒っていう説もなくはない。突破していく。よし、 OK。 おお、神タンやっぱ多いね。さあ S ゴマ、神タンの S ゴマ何なんだろう。ノートって使えるのかな、バスバリノート。さすがにそれ使えるか。カジキチャンネルさん、週末のワルキューリーに出てくる釈迦の、あ、そうですね。釈迦の CV ね、中村ゆいさんでしたね。そう来るか。なりうちですね。なりうち荒く。乱体か、悪くねえんだけどな。悪くないですけど、次10時間引けるかどうか。ですね、こいつ置いといて。10時間引けたら C の2、引けなかったらまあ角ですかね。お、バスバリここで使ってくるか。ちょっと助かりますね。ヘケトは大事だな、マジか。いやー、ここランタイ捨てるまであるな。正直捨てましょうか、ランタイ。ただこっからっすね、問題は。さあこれはコスト15ですか、これだよね、コスト15なんですか。いや、ここからよ、ここからだな、マジで。で角キュポからのんびりしていければいいかな。 C の1、 A の1にキュポでどっか置くで、自分が B の1詰めるでどっか置くで、ヘケとかな、そこか。真剣勝負、お、フルフレでけ。まあ一旦リポン、これね、間方もしかしたらね F の5から来る可能性あるよね。 F の5に打つと、まあ一旦 F の4のコンボスキル食らうんすけど、こっちがね B の1に置きづらくなるんで、置く手が一旦遅れますからね。お、しかしここで殴ってくるよと。それはまあ結構ラッキーっちゃラッキーか。でフルフレア置いて、ここに叩き込む、叩き込んどいて、で次ヘケトで蓋しましょうか。私は皆に服さあ、どっからコンボ使ってくるか。てかもう飛ばせるなこれ、そもそも。次フルフレコンボとザーフィルで大体いけますわ。で裏の火炎ぶち込むよと。うん、いいね。まあ、最悪ね、このヘケトあるんで。よいしょ。ちょっと本気出すから。やってくれるね。よし。なんという。さあ、アナンか。おお、ポイントボーナスマス来た。でけえ。こ
これは稼ぎ時。つかこのポイントマスの盤面あるんかい。初めて出てきたわ今回。さあアナンなんで、まあ、召喚いますよね。さあ初手ギード。さあなるべくコンボ使わせたくはないんですが、おいいね、ナイスタイミング十字。さああんまりねちょっとフルフレアは来ていないんですけど、まあ十分ね、火炎も強いから。おしかし、ちょっとやばい人来た。さあフェルグやばいね、さすがに。さあフィニッシャー来ましたよと。まあ一旦シーリン。いやもう血がねえわ、やっぱりセシル使うと血がなくなるな。セシル交換したいですね、なんか別のキャラに。もっとね、いいキャラ来れば、まあ、それこそ強ゴマの周期枠来たら、まあセシル抜こうかな自分は。さあブランジェッタか、それは燃やせるけどっていう。これはなんかさっきと同じパターンかこれ。ちょっと待って、さっきと同じパターン、これ削り合いっすね。ただ相手フェルグを置いてて、まあオーダーも C 行かれそうかな。あここアンチヒールか、うん、なるほど。まあ一旦いいか。オッケー、ヤンドーラこのタイミングで大体来るね。まあ、さっきはね一旦遅かったけど、まあ、ここっすね。ただ S5 っていうか S 多くなさそうなんで、まあ、フェリグ打ってきたから、まあもう S いないっしょっていう。さあこれはコンボ使ってくるのかな。まあさすがにこれは D の2っすかね。これ B の2いけないっしょ、アベル下。ベリーメリーさんかも、いつもありがとうございます。あいける、マジいける判断か。まあオーダー C で削り切るっていう感じかな。ダブコンですからねこれ。まあ火炎でぶっ飛ばしていくしかねえか。フェルグの毒も入るし、ただ燃やすと、燃やせばね、燃やすほど、まあ、ダメージは低くなるんだが、しかし吸収入るよね。吸収と回復とオーダー C が入るか。いや結構いかついかこれ。そう、いやこれ吸収、いや結構これ持ってかれるし回復されるな。裏の火炎ぶち込む、いやちょっとやばいかこれ。裏の火炎ぶち込む、いやさすがにいけるな。 OK、 さすがにいけますわ。よいしょ。お強気するよ。よし。まあそうだよね、神タン多いよね。レイさん、バトルコインでしたっけ。まだ交換したことないんですけど、おすすめのキャラクターは、エンデガっていうキャラクターですね。あれがマジで強い。さあ HP 同じぐらいなんだが、ファーバーを、うーん、まあ、ここはセシルかな。ちょっと腹焼き来るかもしんないけど、ちょっとこれやっといて、エンデガだけだと最初に交換しました。その次か、その次はどういうデッキ使うかに結構よりますけどね。まあ、ブランジェッタとかですかね。ブランジェッタとか、あとまあイグナーツとか、そのあたりかな。おすすめは、お結構フレームヘリオン来るな。ロスカさんこんばんは。あとバトルコインやっぱイグナーツ、うん、ブランジェッタ、そのあたりは結構注目ですね。さあコンボは普通にあれか、 HP 条件とかなくシンプルにですよと。さあここよ、まあ、一回ファーバーかな。ファーバー置いて、坂置いて、ジポン置いて、っていう感じでいきましょう。で、A の3に、ヘケと打ってフィニッシャー引ければっていう感じかな。まだね、HP 半分いってないんで。さあ、S5 は何だろう。お、最低、一回こう、防御と。
さあ、まあ、ここは坂かな。イグナーズだと今後使うならいらない。まあそうですね、一般論で言ってるんで。うん、混合で使えるようなバトルコインのキャラいたかな。なんかあんまりいない気がするんだが。OK、まあ、テュッポーン置きますか。これは3000の裏表プラス火炎効果アップ入るんで、かなり強いよと。さあ、で、アラークきますが。若干回復入ってって、さあ裏の火炎ぶち込んでって。でこれ3000入るから、まあこれでいけるかな。よいしょ、よいしょ、オッケー。なんということだ。エックスカルグさんこんばんは。おエックス、それはちょっとだるいか。オイラの大活躍に期待するのだ。乱体来ちゃった。まあダブコンだから、まあこれは上行くしかねえか。あとはもう一回 X 来るよね。ダブコンこれあれだな。振りほどけられないか、まあ、一応次いけるか。消せば。もう一回 X で E の4行くでしょ。コンボ一発食らう。で、テュポーからなんとかしていきたいんだが。さあ、チョココロね。サカ、微妙だね。まあ、こっちか。次サカでもどうする？サカ置いたとするっしょ。サカ置いたとしてサカ取ってくんのかな。サカ F の2とか置きますか。ただ相手が C の1の場合は角かな。そっちか。まあこれは今度逆サイですね。 B の6にサカ置いてって、まあ一番火炎強いのは左下 X なんですけど、さすがにダブコンなんで、まあこうかな。で、こっからっすね。相手がまあ冷静に C の1か、F の4来るっしょ。あ、殴ってくる。マジ？悪くない。いけるか。おっと、強いね。まあ回復しながらテュポ置いてって。どうなるか。団長は兵長か、こっち。団長はエルヴィンだね。さあ、燃やしてって。当たってると思っているな、貴様。アタッカーいないな。コンボも組めないですかね、これ。コンボ組めないの痛えか。いや、ヘケと微妙。そうですね、今日はとにかく、可愛いのサムネにしてますわ。まあ、しゃねえか。ここにアベルとかね、置けたら、2枚増して強いけど。さあ、燃やしてって。ワンチャンもう1回耐えかな。おっと、罠駒。これは取りましょうか。さあ、飛ばせるかどうか。うん、ザフィル来た。勝ちっすね。OK。よし、お、反応してないか。なるほど。さあ、神担当。セシルね、割と大食いなんで。なるほど。アタッカーの方のフェリプティ。テポもっと遊ぶ。さあ、テュポでかいんですけど、ちょっと春秋だけ、来ないようにお祈りしておいて、こっちから行きます。さあ、春秋じゃなくてもワンチャン取ってくるか。うん。まあ、普通と。いやー、ここ重いな。ザーフィルステルまであるね。ヘケト早いよなぁ。サカ。まあ、ザーフィリックか。空打ちね。で、問題は X 来た場合。普通ですか。じゃあ、ここ一回ヘケトでお守りするか、それとも。お、待てよ。これはサカでいいっすね。サカ置いて、アベル置いて、で、ティポンを置いてっていう。で、最悪ヘケトで守って、ですね。ただ、ザーフィル行っちゃったから、
フルフレアか、まあ、シーリンとか、そういう系が欲しいね。さあ一発ね食らってしまうんだが、しっかり、受けまして、お、いいね。ヨシアも結構強いよと。逃がしませんよ。さあとはね、火炎効果アップ、引けるかどうか。お、避けてこないけど、まあ、しっかりバフか、まあ、確かに強いね。お、いいね、タイミングバッチリ。なんかさっきもね、この局面で来たよな、ヤンドーラ狙ってんのか。さあやっちゃいシプ、まあ、炭治郎さえ来なければっていう感じかな。これ6000ダメージの 1.13 倍入るんで、まあ大体、うん、勝ちなんだが。まあいけそうかな。オッケー。よいしょ。いや、B1 の十字架に強すぎるな、これ。大体このパターンで勝ってるよね。